創世記第一章29節。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。30節。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。イザヤ書65章25節。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず滅ぼすこともない。主は言われる。ガラテヤ人への手紙、5章、14節。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、という一つの言葉で全うされるのです。15節。気をつけなさい。互いに噛みつき合ったり、食い合ったりしているなら、互いの間で滅ぼされてしまいます。ヨハネの黙示録、22章、14節。自分の衣を洗う者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入れるようになる。15節。犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外に留められる。17節。御霊と花嫁が言う、来てください。これを聞く者も、来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者は、ただで受けなさい。20節。これらのことを証しする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ来てください。21節。主イエスの恵みが、すべてのものと共にありますように。アーメン。